こんばんは。誰だよって感じだよね、本当に。龍也くんこんばんは。たかさんこんばんは。しゅうたくんこんばんは。お誕生日で早いんだけど。こんばんは。こんばんは。しばちゃんこんばんは。夜更かし、あ、こちら紹介いたします。まりちゃんの小学校からの友達のるかちゃんです。はじめまして、皆様、星崎るかと申します。マリアとは小学4年生の頃からずっと一緒にいます。そう、今ね、グラビアで活動してるんですけど、まだ始めたばっかりなので。ショールームやってるもんね、たまに。うん、あのショールームよりよろしければあのインスタとツイッターをねいただければなと思いますので。お願いします。ルーちゃんって言われてる。そう、これは私の、え、でもあれだよ、あのマリアのことを知らなくて、うん、ショールームだけフォローしてたんだって。すごくない？すごい。マリアのこと知っちゃう、ショールームだけ知ってたってこと？そう。ありがとう。なんかこの間私が配信してた時に自分でね、うん、あのその話をしたの。今度、うん、マリアが誕生日の時に私の家に泊まりに来るから、うん、っていう話をして、星のマリアちゃんだよって言ったら、調べてたの、うん、だからその時に、え、フォローしてたんだけどみたいな。ショールームを。そうなの？すごっ、嬉しい。え、ショールームってさ、オッケー、これ映って。オッケー。そう、映って。今からお酒で乾杯しよう。乾杯。てかみんなも一緒に飲もう。じゃあマリアはさ、ホロヨのライチを買ったの、めっちゃおすすめされたから。めっちゃうまいからね。そしたらルーちゃんはあのなんか苦そうなやつ。苦くないし。苦いよね、絶対。マリアの顔と同じぐらいのサイズ。いやいやいや、こっちの方が小さいからね。缶を買いました。大丈夫と、あの早い。ちなみに私は50分から配信します。うん、インスタライブするみたい。ルーちゃんの知るマリアちゃんの秘密とかあるの？だってある。誰が言ってるの？どこ？ポニャンさん。ああ、ルカちゃんの知るマリアちゃんの秘密はなんだろうな、なんだろうな。あ、あのルーちゃんがあの学校をディズニーで、あの小学校の時住んでる時、マリアもルーちゃんないから学校行くの嫌だって言って休んでた。小学校の時、あの私、そうダンスとかで忙しくて学校行ってない時、絶対学校行かない。学校住んでた小学校の時は。休憩時間は必ずトイレに行ってます。そう、おトイレが近くてトイレ行ってました。そう、本当にトイレにツレションです。ツレションを毎回してた、ね、しないけど。そう、あとカイロめっちゃ持ってたよね。持ってたそう、飲みすぎ注意だよ。だってはい、マリアも飲まんもんね。あんま飲まん。ルーちゃんと何だろう、グラビアしないの。じゃあ俺グラビアした方がいい。やっぱした方がいい。した方がいいと思います。恥ずかしいもん。ちょっと先輩いるじゃん、 OSU でも。あー、ともみ先輩。うん、だって今もさ、やってる子いない？あの、誰だっけ、背高い目のさ、OSU にいる子、あの黒色の子、やってない？その話したけど。いる。チェキ買ってない？あ、ぜひ買ってください。今からでも間に合うので。え、それは何？12時までなの、販売が。うん、それ以降もしてる。あ、そうなんだ。じゃあみんな買った方がいいね。うん、あの、ルーちゃんしの方も買ってください。あの21歳の記念ですのでね、今日は、うん、買っていただいた方がいいと思います。可愛いマリアの動画も見れますし。そう、さっき撮ってたもんね。チェキと動画。そう、さっき撮ってたよね。うん、撮ってた。ちょっと静かにしてとか言って撮ってた。出てた。こんばんは、こじあきさん。こんばんは。こんばんは。僕は吉直さんです。またいつか吉野ちゃん OS 復帰してほしい。 OS のライブ見たことあるよね。でもある。見に行ったもん、ね、卒業ライブ見に行きましたよ。私泣いたもん。どこで泣いた？ママへの手紙。それみんな言ってた。それゆなも言ってたよ。ママの手紙が一番泣けたみたいな。しかもあの私ママのこと知ってるからさ、あの上からさ、ママ絶対あれじゃんって思ってたんだよ。ママずっとそうしてた。やってたよね。ママ見てる？そう、見てるかな。ママお久しぶりです。いつから会ってない？マリの妹、私卒業の時に会ったのか。中3ってこと？中3、あ、でもちゃん卒業の時喋ってたよね。あ、喋った。だってさ、マリアのママが連れてってくれたもん、裏に。あ、そうだよね。でも中3の卒業式では会ってない。でも会ってないわ。
そんな言えなかったよね。なんかさ、多分ここもあんま合ってない。合ってない。なんかもうバタバタしすぎて、なんか人数が多すぎてさ、どこにいるか分かんなかった。確かに写真は撮ったよね。撮った。でも iPhone 入ってる。入ってない。探せばあると思う。なんか昔の iPhone とか。そう、まあ昔の iPhone なんです。これ新しいのどっち、こっちに来る。うん。まりちゃんこんばんは。こんばんは。まりちゃんの扱いいつ。まりはね、幼稚園の年長さん。なんか降ってきた。ありがとうございます。とか、ケイさんバラありがとうございます。ふわーい、やったやった、ありがとうございます。マリアの小学校時代超絶子さんだね。だって子さん、子さんわかる。子さんとも、子さんともって言ってる。子さんってわかる。わかるよ。アイドル用語らしいよ。でもなんかよく最近聞かない。なんかやっぱさ、 TikTok 世代じゃん。あ、そっかそっか、確かに。もうファン、ファンとかあれでしょ、あの古くから知ってましたみたいな。そう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 。見た、パークマンサーさん昨日見た。でマリアのやつでさ、初めて知ったのよ。なんかこの人、そうで、なんか聞いたことあると思って、うん、あ、マリアが一緒に歌っとったわと思って。ああ、なるほどね。そう、卒業ライブ出てたんだ昨日。うん、学校行こうやってたんだ。マジやってた。それで見てたからね。髪の毛長い。や、本当はもっと長かった。明日シー行くもんね。明日ディズニーシー行くんです。やったやった。あれだね、ハッピーバースデーシール貼ってもらえるよ。貼ってもらいなよ。なんでなんで8月なんだっけ。あ、待って、あ、やっぱなんでもない。で、でもさ、よくよく考えてみたらさ、なんか真反対じゃんキャラが、うん、なのにさ、よくさこんなずっと最初にいるなと思わん。え、ほんとだよ。だってさ、めっちゃクールなんよ。クールだもんね。うん、なんか、あ、そういうこと。そう、なんかさ、キャラっていうかさ、もう全然違くない。どういうこと。なんかマリアはさ、なんか、まあ、アイドルやっとったからっていうのもあるけどさ、なんかもともとさ、うん、なんか誰かにさ、なんかこういう感じでさ、私はさ、なんかもう、あ、はいはいって感じやん、もともとね。小学校の時からもう、うん、はいはいって感じ、ね、はいって感じだった。ルーちゃんがクールって言われちゃった。え、でも結構、まあ、クールではないけど、なんて言うんだろうな、なんか21歳にしてはそう、なんかちょっと違うかなみたいな。そうだね。どっちが頭いいのだって、それはちょっと言えないよね。え、でもマジ同感だよね。もうなんか一緒にバカだよね。そう、一緒にバカ。うん、でも超足は速い。6秒とかだよね。そう、6秒はさすがにないよ。だって6秒ってさ、 50m 走さ、あれじゃない、男の人じゃない、速いの6秒って。男並み。うん、え、マリ12秒やよ。遅そう。まあ12秒 50m 走。全力じゃない。どっちが足速いのって言ってる。それは私です。あの、運動神経は私が勝ってます。そう、運動神経超いい。だってスポーツテストさ、 A しか取ってことないもん。やば。え、マリアいつもね、なんだっけ、 D だよ。D。 え、ちょっとみんな見て、立って。気づいた人いる？気づいた人います？じゃん、一緒。ザラ。ザラ、たまたまなの。たまたまだよね。てか来てたから来たんだけど、あったみたいな。そう、センターオブジャズ乗りたい。絶対乗ってくるね。混んでるかな。ギリ混んでないよ。自然と岐阜弁なんて、なんか、え、岐阜弁って何なんのやろ。じゃあ皆さんが思う、あの、そういう方言、私たちの方言っぽいの何ですか。確かに。でもなんか方言っていうかさ、なんかイントネーションじゃない。確かに。何々やおね、うん、何々やおねは言うし、あとなんとかやんとかも言う。え、めっちゃ言うよそれ。言う。じゃ自分も言う。え、そう。え、マリア何々じゃんって言わん。言わんて。なんでさ、そんなさ、あの、都会人ブロードするの。東京来ただけで。嘘。あと15分ですなんだって。嘘、やばい。ね、やだやだ、ウエストの日か。ね、やだやだやだ、やめてよ。多分マリアの方が細い。え、それはない。え、待って、まだ二十歳がいい。20歳終わっちゃうね。ようこそ21歳。私はちなみにもう21歳になってます。そう、8月の14。
14だった。10日がパパなんよ。惜しいね。今度はるかちゃんと星野ちゃんのお友達と、はるちゃんの友達じゃないよね。はるちゃんってあのはるちゃんじゃないの、水色のはるちゃん。違う、そういうことじゃない。うん、白戸だよね。場所はどこで待ち合わせしますか。うーん、東京で。東京だね。東京で、もう東京の女なの。21歳を東京で過ごしたんで、もう東京の女。21歳やばい、やだやだ、本当にやだ。そんな変わらんけど。スカート見えた？え、マリアね、ちゃんと店パン履いてるもん。大丈夫、私も黒。店パン黒。店パン。むーちゃんは10時50分になったら私のインスタライブ来てね。インスタライブの方がさ、あのエフェクトとかがさ、うん、つくからさ、いいよね。オッケー。めっちゃみんなバラくれるじゃん。ありがとうございます、ケイさん。12時になったら楽しみだね。なんのあれ、21歳になったら。これさ、画面変わるの、この後ろのやつ。あの誕生日、これ誕生日しよう、うん、じゃあもう誕生日登録してやるってこと、これ。そう。じゃあこっち何もならんの、この後ろ。うん、これが多分なってる。あ、そうなんだ、うん。みんな早いのよ、誕生日おめでとう、ね、まだないけど。あと13分起きててよ。間違いない。21歳になったら目標とかあるの。グラビアをやる。ねえ、何そのおすすめを。え、でも、なんだろうな。でもやっぱり人生楽しくないと生きていけないから、なんか常に楽しく生きていたい。いや、マジそれ、うん、なんかさ、本当にそれ。なんていうの、なんかさ、なんていうんだっけ、自分のモットーみたいなのあるじゃん、うん、楽しく生きることでしかないね。楽しく生きて、うん、悔いのない人生を送ろう精神だよね。ああああ、マジと一緒だよね、うん。そりゃ学校休んじゃうよね。だからその休んだ日もちゃんと人生を楽しもうと思って、それなりに楽しんでた。そう、二人習うと顔、でも顔丸いのね。でもさ、マリアってバラ顔じゃん、うん、さ、あの面長だと思う、ね、じゃ痩せたもんね。痩せた、最近にして、最近痩せた。だからちょっとは顔ちっちゃくなったと思う。マリア顔悪いからもともと。すいません、本当に。でもなんかマジで最近痩せた。なんかいろんな人に言われる。だって顔がさ、痩せたよねって言われる。なんかなんかよくわかんないけど、多分この辺で肉がなくなったのかな。あ、この肉なくしたい、本当は。本当はね。当時の先生に報告します。あの人、村木先生。めっちゃ嫌だった。嫌いだった、ね、嫌いだったよね、2人で。ほんと嫌だ。6年生ね。なんかさ、マリアたちがさ、ちょっと喋ってるだけで超怒るよね。怒る。隣のが隣の席にしてくれるの。でも隣席に2回ぐらいなったよね。あ、無理やりね。そう、マリア隣じゃないと嫌だって言った。そう、絶対それじゃないと嫌だって言って、で、なんかマリアとあの一緒だったの、隣の席だったんだけど、その時にあのもう先生が超怒ってた、うん、いつも怒ってた、喋るだけで怒るもん。ちょっとそこ、なんかマジでなんで怒ってんのって感じ、ね、なんで怒ってんのって言ってたよね、うん、だって怒られることしてない。え、あれだよ、国語のさ、授業でさ、なんか長い年月なんかさ、なんだっけ、何が面白かったんだっけ。違う、なんか何が面白いとかじゃないよ、もうなんかその時多分アホだから、ね、なんか変なことでも笑っててクスクスしてた、うん、もうクスクス人間だったの。言うたらあかんって、何、先生の名前かな。え、でも多分大丈夫、見てないもん。見てるわけがないよね、うん。スタート。あ、来た、すごい。先生来た。こんばんは。やっぱいいな、インスタライブ。皆さんこんばんは。前もインスタライブやろう、ちょっとしたら。誕生日15分過ぎたらしよう。誕生日に15分過ぎたらだよね。うん、12時15分。あ、やっぽぽ。むーちゃん、さっきの。むーちゃん、やっほー。僕もマリアちゃんの友達と過ごしたい。一緒に過ごす？東京に来たら会えるよ。ね、東京にね。あの、秋葉原で私撮影会いっぱいしてますので、会いに来てください。来てあげて。そう、マリアので会いに来てください。あ、
久しぶり。星野マリアちゃんです。私の小学4年生の時からのお友達です。今日は、あと10分で21歳になりますので一緒におめでとうします。やばい、10分だよ。やばいね。やだ、もうすぐ10歳。あったのさ10歳だよ。そういうこと。10歳じゃん、出会ったの、10歳、ね、運命出会ったの10歳だよ。10歳やだ。多分さ、背がさ、多分近くなかったら仲良くなってないよ。そう、身長が前後だったんだよね。うん、前、まあ、無理やり入った。どういうこと。無理やり入った。身長一緒だったんだよね。うん、一緒だった。全く一緒だったよね。150センチでしょ。うん、150センチ。ずっと一緒だった。で、なんか、ちょっとでかくなっても、こうやって無理やり入って。絶対に身長こう、生まれた時、その時前のがちっちゃかったよね。うん。そう。だから、あの、ね、もう一人いったじゃん。誰ちゃん。伊藤愛理ちゃん。違うか。え、ルナでしょ。あ、ルナがいた。ルナ、ルナがいた。うん、いたよ。そうだ、マリアもエフェクトついてる。え、何見てくれてるの。これエフェクトだよ。でもこんばんは、バースデーライブです。これさ、何も書けないの、インスタって。書けると、書けないか分かんない、やったことないんだよ。え、なんかさ、変なとこ触るとさ怖いからさ、触らない方がいいの、これね。皆さんありがとうございます。お星様も見てるよ。だってありがとうございます、クロケンさん。お、ありがとうございます。どちらにも見てくれてるのね、クロケンさん。ありがとうございます。さっきフォローしてくれた方だ。ありがとうございます。気持ちが、 S は、ね、気持ちが大事だと思う。気持ちは、うん、本当に気持ちはいつでも二十歳。そう、気持ちはいつでも二十歳です。二十歳、本当に。これさ、喋っとったらさ、なんか気づいたら12時になってそうじゃない？あの時計信用したらいかんよ。これでしょ？ちゃんとここ見て。カウントダウンとかできんよな。なんかさ、タイマーないもん。タイマー？タイマーみたいなのなくない？キムチは美味しい。キムチ好き？マヨネーズ好き。あ、それか。え、5時39分。iPhone 4S？ これめっちゃ前のやつ。6S だ。うん。あと7分だって。まいちゃん大好き、ありがとう。ちょっ、ありがとうございます。あれも繋がってないからだ。初見です。キッチンタイマーもないのでないんです。一人暮らしのうちにはないんです。二人とも超美人ですね。だって、ありがとうございます。一緒のことやってるよ。あ、初見さん来てくれたよ。21歳、黒ゴマさん、ありがとうございます。初見だって。はじめまして。あとね、5分でね、お誕生日になるからね。あ、ジャガリコ、リコ呼ばない。12時に食べるマリアちゃん。マリアのさ、プレゼントとかどこに送られてくるの？送れないの？送れないの。そうなんだ。で、なんかバースデー会が11月にありまして。あ、なるほどね。じゃあ、じゃがりこいっぱいあげてください。そう、ぜひぜひお願いします。 JK ですか？だってあの、明日は二十歳になるんです。間違えた。あつち明日21になるんです。ツイッターで見かけて初めて来ました。 ありがとうございます。ありがとうございます。復活した時計、イエーイ。あと5分。黒ごまさん、ありがとうございます。ほんまは14歳でしょ。え、全然違うよ。久しぶり、しーくん。あ、もしかして一緒に見てくれてますか？リエブはこれ送った方がいいんじゃない？これ。皆さん、ヤッホー。もうダメだった。じゃがりこ21個も21個はいらないです。じゃあ半分っこしよう、私と。あ、10.5？ うん。あと10年は JK だけそうですね。え、そう、でもマリアね、高校生見られる。ルーさんは21に見えるけど、だって。イエーイ。まだ、ちなみに、
隣の人まだ未成年見えますだって。あらあらあら、酒飲んでるよ酒飲んでるよこいつとか警察警察、二刀流にしてきただって。すごい、こっちもいるんだ。嬉しい。みんなハートいっぱい送ってね。送ってくださいイエイとかしても誰も撮ってくれないんだけどね分からんよ。あのスクショして送って、よかったらこっちタイムね撮ったら、あっち行くよ、せーの近いのがいい。良いかい？良いマリアちゃん、明日はねディズニー行くの。明日はディズニーに行きます。今何が欲しいですか？マフラー。マフラー、マフラー欲しい。だからふわふわのもっこもこのマフラーが欲しい、うん、言うてもう見て、あと3分。ちょ、ああ、またこっち あるやん。こういう感じ。こう、こうか。せやな、ありがとう。ね、これだと反対になっちゃう。あと3分ディズニー仮装する。仮装はしないよね、多分カチューシャぐらいやな。似たような服を着ます。うん、でもなんか最近のディズニーはなんかお城より黒みたいなイメージがあるよね。うん、皆さんこんばんは。心の準備はできた？だって。心の準備はできてますか？21歳になる準備はできてますか？うん、うへー、星野マリアちゃん、みんな何かしら聞いてくれるけど、はい、何でも嬉しいんだけど。バースデーまで残り2分。そろそろ来るよ。あれ、こっち時計変わってない。おかしい。58分、58分30秒。去年何してたんだろう。私去年何してた？誕生日何してたっけ？去年私岐阜にいたよ。え、自分の誕生日の日？うん、高野豆腐大量に送る。ありがとう。てかさ、高野豆腐さ、さ最近あれでしょ、仕事ライブとかあれでさないからさ、お弁当食べんくなっとくない？うん。こんばんは、皆様見てくれてありがとう。時間止めて、え、あと1分ですよ。あ、パンツ見えそう。やばいやばい。ではちゃんと見せパンだから安心して。そろそろか。ナイトアウト。おやすみなさーん。おやすみ。ケーキ屋でも働いてたね。働いてた。ケーキ屋さんのアマンダでしょ。来るよ。あ、来る来る来る。くくくくくくポビバポツパポタッと。あ、あ、あと15秒。せーの。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。あー、イエーイ、せーの、ハッピーバースデーディズニーファンやちょっと、せーの、ハッピーバースデーディアムー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマリア、
ん、しゅんけんさん、ありがとうございます。こじゃきさん、ありがとうございます。谷さん、メラブラ、ありがとうございます。おはちぽよさん、ありがとうございます。ケイさん、タワーありがとうございます。素晴らしい、すごく。翔太くん、タワーありがとうございます。ルーちゃんの、あの、あれ、ルーちゃんの、ありがとうございます。おはちぽよさんもありがとうございます。いやありがとう、嬉しい。タワー2個もだった、嬉しい。21歳。ちょっとスクショしていい？どうやってできるの？あ、みんながしてくれてるの。わー、イエーイ、ありがとうございます。シャクシルカさん、イエーイ、イエ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 イ、ありがとうございます。皆さんは逆だよ似合わないとこはあ、ミジェさん逆だって。こっちか、そういうことか。これが反転してるからこうやって持ったらいいってこと。そういうことか。ありがとうございます。知ってるこれ、そんな髪が好き。ありがとうございます、嬉しい、イエーイ。いやー、ついになりました。ついに。今日は何時までですか？だって今日ね、10分までやる、10分、12時10分までやって、ちょっとインスタライブしたいな。誕生日おめでとう。こちらの子がお誕生日になりました。ありがとうございます。21歳です、イエーイ。21歳にじゃがりこあげます。うん、みんな曲聞こえてるんだね、ちゃんと。よかった。これハッピーバースデーのあれ、定番のハッピーバースデーどれなんだろう。全然わかんないよね。ね、わかんない。定番の。ありがとうございます。中学校の友達、いつまでも仲良しな。そうだよね。ずっと。ずっと仲良しです。おめでとう。今日は夜通しかな。それはやばい、明日ディズニーなんですけど。そうなんです、早く寝ないと。おめでとう、おめでとう、マリアちゃん、ありがとうございます。朝までパーリーナーしてね、だってそれはね、ちょっと厳しいよね。厳しい、ちょっと明日早いんで、ね、明日早いから早く、明日早い、明日しかも早いね、だってあれだもん、寄らなきゃ。あー、あのね、うん、モーニングね、モーニング、モーニングからの。マリアちゃん、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。りんまるさん、ありがとうございます。若いからね、そう、二人とも可愛すぎです、だって。ありがとうございます。ありがとうございます。口やで。な、な、なじさん、なぎさん、なぎさん。ありがとうございます。カメラの方ですか？アイコンがカメラ。よかったらあの撮りに来てください。ありがとうございます。あ、ジアさんだ。ヤッホー。ヤッホー。ヤッホー、夜更かしじゃん。僕もそのマリアちゃんと友達に一緒に栄ビアガーデン、栄ビアガーデン行ったことないな。これライチです。ライチのほろ酔い。飲んでる。ライチ。今年の1年の目標は、今年の1年の目標は、もう毎日を精一杯生きることです。頑張って生きようね。ね。本当に人生一回だからね。明日死ぬかもしれないしね。死ぬかもしれない。ディズニーで死ぬかもしれない。そう。こんばんは。ケンケンさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。マリアちゃん、服かわいい。ありがとう。でもね、お揃いなんよな、今日。これ、ね、やばくない？ヒップホップ調なんだけど。めっちゃヒップホッパーじゃん。普通のさ。あ、来た。あ、これが好き。ゆかさん、こんばんは、こんばんは、マリアちゃんです。あ、ひかりさんだ、こんばんは、こんばんは、うん、センターオブチャーズ噴火ともに本当だよ。マリアちゃん、なりたけの森に読んできてよ。そうだよね、見ました。行きたいんだよね、早く。僕もほろよお酒好きでし、一緒に交わってる飲みたい。ぜひぜひ集合で、じゃあお願いします、お願いします。エクステ今ね、もうね、地毛なんですね。エクステ卒業して、エクステやめました。エクステやめたんだ。もうなんかもう付け替えるのもめんどくさいし、なんかもう伸ばしたくて、
そう、自分の髪の地毛を伸ばしたくてやめました。目が大きくなったなんだかもしれない。21歳になってさらに美しくなりましたね。ありがとうございます。まあ、21歳は本当になんかなんだろう、予約はずっとしとった。やば、もったいな、食べれない。食べてよ食べてくれ。もったいなくて、もったいなくて食べれないしさ。お誕生日おめでとう。もったいな、ありがとう。よくないこれ、めっちゃ嬉しい。なんか字あれだけど、字あれだけど、ね、ありがとう。ちょっとこれはさ、あと一瞬で最初笑おう。一旦終わってインスタライブ、あと2分しようよ。あと2分だけ。本当にありがとう。これめっちゃ可愛いとこのやんな、タルト。しかもやば、そう、マリア好きなんで分かったの。いちごタルトが好きっていつも言ってんじゃんいつからの友達だと思ってんの今で言ってる。今聞きましたか。いちごでかいでしょ。でかいよ。自分たちでケーキで自撮りせんとそうなのよ。だからマリアちゃんが 10分で一旦ショールーム終わりにしますのでね、写真撮りたいと思います。デカタルトだってデカ、確かに。でもさ、言うてさ、そんなデカかったの。こんぐらい、手のひらサイズです。なかなかデカいよ。いや、ロソクもう一回あるから撮れるよお腹すくやん。ありがとうございます。じゃあそろそろ配信終わります。ショールームでもう一回スクショタイムお願いします。だってじゃあ最後に、はい、ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。それではじゃあ一旦配信終わりますので、皆さん本当に見てくれてありがとうございました。こちらもバイバーイ。ありがとう、ありがとうございました。バイバイ。バイバーイ。ありがとうございました。